はいどうもこんにちは、フーガです。今回はデュエルマスターズエントリーゲートオブドラゴンサーガやっていきたいと思います。デュエルマスターズといえば、カードゲームとして有名なんですけど、こんなことはね言わなくても皆さん分かると思いますけど、アニメも漫画も絶賛やってますんでぜひ見てください。一応子供向けとしてやってるんで、それに耐えられない方はご了承ください。はい、じゃあゲームスタート。どんな感じなんだろうね。一応無料だから、一応ストーリーがあるんだ。これ戦うだけかと思ったね。暗闇に自分の存在を確認した。ちょっと左チカチカしてますけどごめんなさい。私は誰だ。私、白牙が芽生えた一世。すごい難しい言葉を使いますね。本能が自分の存在をさらに確かめる。謎の声、目覚めたか。暗闇から声がする。重く冷たい鉄のような声。お前は誰だ。私は誰だ。まだ誰が誰であろうかなどどうでもいい。ただしお前がどう存在するべきかは想像すべきだ。あなたの名前を決めてください。すごい自然な、すごい冷静な名前で、名前じゃないそれまでさ、なんかすごいシリアス展開だったね。名前を決めてくださいっていう。お前はこれからこの世界を解放する旅に出るのだ。何を言ってる、ガフ。これ主人公の姿映んないのかな。この世界には五文明の竜が存在する。火、光、水、自然、そして闇。五文明の王さたる竜を生み出す巨大な力はこの世の生命の全てを潤していた。しかし今さまざまな形でその自由が奪われている。このままではあらゆる生命が衰退し必ず世界は崩壊する。竜が住まう土地に赴き窮地に立たされた竜を解放するのだ。はい、火の力、火の竜の力、もうなんか結構スラスラ読めてたのに、火の竜の力が、手中に現れる。ほのかに熱く力強い赤大の、わからん。お前に火の竜の力、そして世界を救う意志を与えた。この世界の戦い、すなわち主従を決めるのはデュエルマスターズ。お前はデュエルマスターズを知ってるか。知ってます。あえて聞きません。大地の摂理、天の真理、竜住まう混沌の世界。長えな、ちょっと重い話が続くな。戦闘竜の演算、火は大地の泉、火は力の源。まずは火を克服し、炎竜の真なる力を解放せよ。その瞬間目の前には炎に包まれた人型に囲まれた。まずはこの者たちを倒すのはお前ならできる。誰なんだよ。なんか人らしきものが全く出てこないんだけど。構築できるデッキが増えました。お、どこまで自由なんだろうね、デュエルって。シャドーバースみたいなのを想像していいのかな。はい、お、あ、一応これステージだったんだ。はい、ちょっとデッキを見てみましょうか。どうなってる。あれ、お、よかった、通常デッキ。まだ光とか、お、懐かしい。ちょっと見たことないカードもいっぱいあるな、これ。うわ、スピアルピアとか懐かしくない、これ。あんま使わなかったけどね、これ。ドリルトラップとか懐かしいの入ってんじゃん、これ。やったぜ。変わった名前多いな。はい、ここら辺とか古いよ、ほんとガッツンだ。スーパーインゴクスクラッパーで、タイガーグレンをライラ、あー、ライララッタを嫌いだったんだよね。結構ヒューマノイドのデッキですね、これは。なんだこれ、ちょっと待て、かっこいい。あ、サンバーソン X ね、懐かしい。これなんか映画限定でしか手に入らなかったんだよな。自分の火のドラゴンがバトルに勝った時、このクリーチャーは自分の手札からバトルゾーン出してもよい。まあコストなしで無視で出せるってことか。ここら辺すごいな。サンバーストネクストは、サンバーストネクストはね、負けない限りずっと攻撃できるというチート能力でして、一体なんで、慎重にやっていこうか。手持ちのカード、これ。あ、デッキに入ってるのは全てだね。じゃあちょっとなんかやっていこうかな。じゃあ、戦闘竜の演算。これなんか、人が出てきてほしいよね。文字だけじゃちょっと怖すぎるというか。ああ、やっと出てきた。炎をまとう人型1。まんますぎてね。ふむ。よくぞ参りましたな。
こうしてあなた様と対面を果たすのはなんだか不思議な気分ですな。うん、さてと長い話はまた近いうちにできますわい。見た目によらずなんか古臭い言葉遣い。それでは行きますぞ。うん、難易度どうなんだろうな。うわ、カードちっせこれね、うわこれ小さいね、見づらいかもしれないから、ちょっと下の黒いのが余計だと思うんで、ちょっとこれちょっと後でまあ考えます。グー幸先悪いな。デュエマスタート、デュエルスタートでいいんだ。あ、いちいち手順が出るんだこれ。手札、山札を選択してください。まあ引きます。でチャージするカードをスライドしてください。まあマナゾーンに置くってことかな。じゃあちょっととりあえずバトラッシュナックルっていうのがちょっと今まあ 2,3 体入ってたんで、これを置きましょうか。ステップ終了ということで、めんどくせえな。はい、え、僕はないですけど。ああ、いちいちそういうのをステップ挟まなきゃダメなんだ。うん、オッケー。お、ガッツンだ。相手も同じデッキなんじゃねえかこれなあまあシャドーバースとかと同様で、まあスピードアタッカーみたいなのがいるんですけど、それ以外は召喚酔いといって、まあ出した瞬間には攻撃できないという仕様になってますので。チャージャニア、そうだそうだ。これで自由度が低いな。ガッツンだ。ん？ちょっと待って。使用するカード。これじゃない、ダメなのか。使えない。あれ？なんで使えないんだこれ。アタックステップ。あれ？ちょっとなんで出さなかったの今。シールド1枚割られちゃうんだけどこれ。うん。ガッツンだ。2体出てきたんだけど。あかーん。なんだ？シールドトリガーは来なーい。シールドトリガーとか懐かしいな。なんか来いって思っちゃいますよね。じゃあとりあえずこいつ置いといて。どんどん高コストのやつが効いていくんだけど。こいつ能力何だったかな。このターン。ダメだ。能力が分かんないから。お、スピードアタッカーいる。やった、こいつ出しましょう。じゃあ、え、使え、あ、なるほど、これをやってなかったんだ。なるほどね。いちいちマナゾーンをタップしなきゃいけないんだよね、デュエマは。ちょっとじゃあアタックステップでこいつ倒しましょう。オッケー、オッケー。あー、なんかゲージ減らないのいいねなんかね、いつもあれだからね、もうシャドーバースのあれが残ってるから体力があるって思ってしまって。あー、ガツガツ攻撃してくんな。ガッツンダだけにまあ軽く滑ったとこでドリルステップをマナゾーンにで、ピアラハートはなんか破壊する能力があった気がするんだけど、あ、シードトリガーか。相手の1000以下、ガッツンだ1000以下だから、こいつを出しましょうか。じゃあ、はい、でこいつを破壊しましょう。ドーンドーン、えい、よっしゃ。でガッツンダーでメインステップ終了して、対戦相手攻撃ということでシールドドーン、どこでもいいよまあいちいち手順踏んじゃうのは仕方ないか。 OK、 ステップ終了。お、お、来た。やっぱ同じデッキだな。自分のデッキで見たものばっか使ってきてるからな。んー、じゃあドリル高コストを全部もうマナーゾーンに置いていきますよ僕は。これなんだこれ、ちょっと待って、これ待てよ。自分の火のクリーチャーがバトルに勝った、お、これは使える。じゃあこいつ出そう。勝つんで、よいしょ、で
ステップ終了で、こいつがバトルン勝てばだから、とりあえずはこいつ、えい、あーこいつ攻撃できないのか。 OK、 ちょっとルールが曖昧になってきたな。あのタップしてる状態だと攻撃できるのか。なるほどなるほど。でダブルブレイク攻撃ドーン。まあ相手も同じできたとしたらピアラハートぐらいしかシールドトリガーないんじゃないかな、ざっくり見た感じだけど。わあ、あいつサンバーストネクスをマナゾーンに置いてやがるよ。出た、こらコッコルピアだ。懐かしい、これは懐かしいぞ。もうじゃあこっちもなんか来ねえかな。あれなんか逆になったんだけど、え、ちょっと待って、ちょっと戻って、戻って、ちょっと待ってよ待ってよ、戻らねえぞ、どうする、ちょっと待って、はあ、ちょっと待って、オッケー、ごめんなさい。じゃあこいつをマナゾーンにチャージということで、画面が見えん、画面が、んで、じゃあとりあえず出せるもん出しとこうか。ガッツンダーとで、ライララッタを出しまして、OK。もう、これも出しとくか、ライララ。あ、やばい、充電がない。やりすぎた。で、これはもう勝ちでしょう。まだ勝てないか。えい。あ、ちょっと待って、これ。これは、ちょっとせっかくだし、能力を使っていきたいんで。こいつ破壊して、破壊すると能力でシールドが1枚破壊されますんで、はい、ドカーンドーン。あ、攻撃したのもうで、とどめでしょ、ダイレクトアタックドカーンあー、いいですね、やっぱコンボが決まると気持ちいいですね。いやはや素晴らしい、これで私も安心して余生を謳歌できますわい軽いというか安いなお前、うん、あの頃を思い出しますな。次に進むぞ。はい、お、やったコッコルピアということで、じゃあ今回はじゃあこの辺で終わろうかな。うん、まあちょっと思った以上になんか暗い雰囲気のゲームになってますね。はい。ということで、じゃあ今回この辺で終わりたいと思います。まあ一応単発ということで、してください。単発ということでお願いします。ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また明日。